おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2023年になりましたけども、去年ね、12月に動画が1本もアップできなくて、鹿児島と愛知と、あとイタリアの動画編集に入っているんですけど、2023年いきなり過去の動画アップするっていうよりは、新年は新年らしく、まずは撮りたいなと思って撮影しています。ということで、こちらに、まあ、簡単なんですけど、おせちプレートを用意したので、食べながら、質問にね、答えていきたいなと思います。今回、インスタのストーリーの方で質問を募集したので、そこから、できる限り答えていきたいと思います。ということで、新年一発目よろしくお願いします。はい。では、まあ、せっかくので一口食べていただいて。あ、はい。じゃあ、プリキントン。ミュウはおせちで、プリキントンとかまぼこが一番好きです。何が？昆布巻きとか好きです。かわいい。ミュウも去年ウサギ作ってんけどさ、ミュウのウサギこちらです。これは今日スタッフさんが作ってくれました。ウサギ年ですね。では参ります。ミュウちゃん。はい。おい、いる？ミュウちゃん。はい。質問来てます。今日は連続でお答えいただく感じでいきますので、よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、まず一つ目。年末年始のご予定は？年末は31日まで仕事があって、お年始は1日、元旦だけお休み今いただいてて、ね、正月私はアラームをかけずに寝てます。続いて、来年の目標やしたいこともありますか ?2023 年去年よりもさらに飛躍することは毎年の目標で、あとは、やったことがないことを必ずチャレンジするっていうのも毎年です。したいことは、私もファンの方たちと会える機会をたくさん作ること。ミーシャの曲で一番好きな曲は何ですか？エブリシングはやっぱ生で聴いてめっちゃ素敵やったのと、2回歌ってるんだけどライブ中に、テイストを変えて歌っててすごいなと思ったのと、あとね、ごめんタイトルが出てこない今。でもこの曲はライブのリハの時とか、私が出番ちょっと前に流れる曲なんだけど、すごい明るい曲で好き。宝くじ当たったら何に使いますか？待ってくださいね。米印、お菓子以外と書いてあります。あはははは。宝くじ当たったお金、お菓子は使わないです。例えば日本一周とか海外旅行とか、なんか経験、自分の今まで経験してなかったものになんか使うことか、もしくは人件費、人を雇う。現実的ですね。2022年一番強烈な笑いのツボは何でしたか？からん。めっちゃ笑った。え、わからん。ほんまになんかこれって覚えてないかも。一番みたいな。ちょっと多めに来てる質問いきますね。うん、元彼は何人ですか？4、5人。まあ、4と5曖昧なのはちょっと気になります。付き合ってたんかなみたいな人は一人いる。ちなみに今彼氏はいますか？いません。もう6年、6年以上いない。同じ方から、立候補しても良いですか？立候補はいくらでも。立候補は自由なんですね。はい、ちなみに今、好きな人はいますか？いません。その辺は今年の目標にしないんですか？確かに。確かにね。私はお付き合いまでいかなくてもなんか恋をしたい。ほう。だってなんか恋をしたらさ、なんかもっとこうさ、恋愛で成長できることもあるじゃん。まあ、女性は綺麗になるって言いますからね。だから、ちょっと恋愛したいな。好きな芸人って言いますか？芸人？なんかよく番組でノブさんって呼ばれてる人いるじゃん。千鳥のノブ？かな。めっちゃおもろくない？おもろい。千鳥面白いですよね。ね。癖が強いって言うでしょ？うんうん、面白い。ミュウちゃんのファンクラブを立ち上げる予定はないのでしょうか？作りたいと思ってます。なんか作れる体制、スタッフさんのサポートもそうだし、こう、リズム感というか、立ち上げてしまったらやっぱ止まらせるわけにはいかないから、そういった運営の土台ができたらやりたいなと思ってる。やはりまずはファンミーティングからですね。うん、イベントからやね。ユニバーサルスタジオジャパンとディズニーランドどっちが好きですか？ディズニー。絶対ディズニー、圧倒的です。続いて、犬は好きですか？うん、好きだけど小型犬が好きです。キートちょっと怖いかな。犬飼ってたりします？実家で飼ってます。肌荒れしたことはありますか？めっちゃある。なんなら多分常に肌荒れしてる。髪の毛染める予定はありますか？あー、てか昔私髪の毛めちゃくちゃ染めてて、すごい原色、赤とかピンクとか緑とか青、紫、本当にいろんな色やってたんだけど、最近はこの色なのは広告関係の仕事とかもやることがあってっていうのもあって、あとコロナ関係で染めるタイミングを失ってしまっただけなんだけど、また染めたい欲はめちゃくちゃあるから多分染めるけど、仕事の長いタイミングがわからない。美容でこだわっていることはありますか？ジャンルによるかな。手で、まあ、マッチエクとかだったらデザインとか固定だったりとかするんだけど、メイクはそんなにいろんなパターンできるタイプじゃないから、やるだけなんかどんどん変わってったりとか。美容はね、正直多分妹の方が詳しくて、妹が教わったりします。好きなブランド教えてほしいです。え、好きなブランドさ、私多分ないよね。なんかないって言ったらおかしいけど、これっていうブランドがそんなない。洋服はもう本当にお店行ったら結構片っ端から、基本的に池袋と新宿と渋谷で買うもするんだけど、片っ端から見るタイプで、ブランドで決めるっていうよりはデザインで決めるかな。財布とかもここのブランドよく買うとかじゃなくて、今回はこのブランドがめちゃくちゃ可愛いから買うみたいな。ブランド縛りはないですね。車椅子になってから腕相撲で負けたことはありますか？負けたこと
しくない。腕強そうって言われるけど、全然弱い。そういうことか。なるほど。確かに腕強そうなイメージからの質問ですね。うんうん、おならがしたくなったらどうしていますか？するんじゃない？まあ、ニューちゃんおならしないですもんね、きっとね。でもさ、おならさ、最近いつしたとか言われてもさ、わかんないぐらいさ、そんな頻繁的に出ないの。普通ですからね。以前もお尻ありますかって質問来ましたけど、うん、お尻はあるから人間だもん。その辺は普通ですよね。じゃあと3つほどにしましょうか。はい、やっぱいろんな地方の方から質問いただいてるんで、うん、ここ来れますかみたいな。大阪来る予定とかありますか？1月の27から29は行きます。今月ですね。はい、続いて宮城県で撮影する機会はありますか？宮城って仙台？仙台です。撮影は特に今は予定してないんだけど、ミシャさんのライブで仙台に2月に行くんだけど、その時に初めて宮城県に行くから観光できたらなとは思ってるけど、ちょっとまだ分かんない。ちなみにじゃあ今一番行きたい県はどこですか？三重県です。行ったことない県で行きたい県限ってるんだけど、それだと三重県です。福岡には仕事で来ますか？2月の一番最後の土日に来ます。ミシャさんのライブ。ミシャさんのライブすごいですね。全国回るんですね。それで行くと観光できなさそうじゃないですか？うん、確かに。でもご当地名物みたいなのは差し入れで入ったりとかもするし、まあ、あと夜ご飯食べに行ってるとかぐらいかな。やりたいコスプレとかありますか？メイド？ほう、これは見たい人多いんじゃないですか。メイドとハンナジミツキちゃん。ああ、鬼滅の刃ですね。うんうんうん、以前ねずこ似合いそうって言われてて、ねずこをやってユニバに行った動画がアップされてるんだけど、ハンナジミツキちゃんのコスプレも気になって、キャラクターだけ見たら髪色めっちゃすごいやん。だからああやってみたいみたいな思って、コスプレをねショート動画でちょいちょい上げていけたらなと、うん、実は今年企んでます。あ、そうなの？そうなの。多分ね皆さん喜んでくださると思いますよ。サンタのコスプレも評判良かったし、今もねミコさんです。ミコさんですもんね。みつりちゃん用にグリーンのねカラコンがファンの方から12月届いてるんですよ。みつりちゃんのコスプレないの？これ買ってどっか行くみたいな。まあ、質問はざっとしましたが、まあ、質問を募集したんだけど、結構質問というか皆様かみゆちゃんに対するご意見いただいてるんで、それざっと読み上げて終わりにしましょう。はい、みゆちゃん可愛いです。ありがとうございます。なんでそんなに可愛いんですか？びっくりマーク。ありがとう。ありがたいですね。去年の今日、みそかのことかな、新潟来てくれてたんだね。1年って早いね。一昨年の12月末に行ってました。なんで髪の毛そんなに綺麗なの？あーって泣いてます、絵文字が。いつか動画にしようか。プリクラ見たい。のん。お、大サービスですね。未公開ディズニー写真見たい。どん。正月は大盤振る舞いですね。未公開写真見たい。未公開写真、幅広いね。幅広い。どん。お正月は実家に帰りますよねって書いてました。質問じゃないけど、いつも笑顔に癒されてるよ、ありがとう。そう言ってくれてありがとう。今年もね動画を通してたくさんお伝えしてきます。出張続きで大変だと思いますが、休息も取ってくださいね。優しさありがとう。さあ、ということで駆け足で質問といただいたご意見、うん、ざっと読み上げてみました。まあ、全部はちょっとね時間の都合上読み上げられませんでしたが、うん、ありがたいですよね、うん、じゃあみゆちゃんから皆さんへ最後に一言いただいてもいいですか？全部に答えられなかったんですけども、たくさんの質問ありがとうございました。この後は過去の動画になってしまうんですけど、鹿児島とか愛知の動画とかイタリアの動画とかも投稿していくので、そちらも楽しみにしていてください。2023年もたくさんの方とお会いできる機会も作りたいなと思っているので、今年もよろしくお願いします。またね。あ、カチューシャとって、そのこれもファンの方からいただいたマイメロのカチューシャ、うさぎ年だからマイメロですね。あ、そうですね、はあ、確かに。ということで